お昼になりました。アジャコングです。本日もよろしくお願いします。はい、今日はね、昨日の夜ご飯の、まあ、野菜炒めの残りを持ってきましたと。そう、ほんでこのコロッケをねドボンとのして食べたいと思います。よっこらしょー。まあこの持参弁当、弁当持参しだして箸の減りがね、まあ当たり前だけど早い早い、ほんま。はい、こんな感じです。コロッケと野菜炒めと、はい、こんな感じです。いただきます。うん、うまっ。たまにね、未だになんかコロッケとか食べるときにソースかけないんですかって言われるんですけど、特にこだわりはないんで私は。うん、もう昔から見てる方は知ってると思いますけど、なんかソースかけて食べるのが当たり前ですよみたいなコメントも来るんですけど、私は気にしません。うん、今日も午前中ね、実は今日6時半から働いてるんですけど、朝6時半から働いて今12時34分、やっとまともな休憩ですよ。やっと止まれた。あ、そんなぶっ通しで走ってるわけじゃないですよ。走ったり現場とか土場で作業したり、今も竹谷町の方で手摘みをしてきましたが、もうだけ今日すごいよ本当。朝入れ替え行って、その後手摘み行って、その後設置引き上げ行って、で今手摘みですからね、もうフルコースですよ。うん、野菜炒めに ちくわが入ってる。早いね、1週間が本当に。うん、本当早いわ。でもやっぱ不思議なもんでね、先週日曜日息子のソフトボールでバッティングピッチャーしたんですけど、もう次の日から左の足のももがパンパンに張ってからね、こう曲げるのも屈伸するのもちょっと痛いぐらいだったんですけど、あの筋肉痛でね、それがやっぱり木曜金曜とだんだん癒えてきて、今もう痛くないですね。うん、1週間あれば回復するんだね。うん、脂がすごいな。レンジでチンしたいけどね。まあでもこうやって野菜がたくさん取れるといいじゃん。
と一緒だな、昨日の夜ご飯と。昨日この野菜炒めと、あとお惣菜のコロッケを買って帰ったんですよ、イオンで。全く同じメニューだね。また今日も昼もコロッケ買ってしまった。豚肉たっぷり入ってます。梅干し2個ぐらい入れてこようかな、今度から。なんかもうちょっとクエン酸を摂取したい。人参もたっぷりですよ。だいぶお金使わず済んだんじゃないかな、うわ、この油はすごいな。これはさすがに食べれんわ。もうゼラチンみたいになってるもんね。今日は白島のローソンにいるんですけど、ここはいつもね、いろんな通行人の方が通るんで、人見物しながら食べれるんですよ。これ美味しかった。最高だね、今日もね。水を飲むと。うまい。はい、ということで本日は野菜炒め弁当とローソンのコロッケをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。